はい。で、この、炭が入った、炭壺を、この、糊箱に移します。これはもう軍手ですね。はい、行きます。糊箱に移しました。こんな感じですね。で、これに何をするかっていうと、この、内蓋をして、で、この上に、海苔や、いろんな食材を乗っけるわけですね。で、下の、この炭に、行ってもらうわけです。焼いてもらうっていうか、行ってもらうわけですね。で、蓋をして、待つという工程になります。今日は、いくつかの食材を用意してますので、この後それを焼いてみたいと思います。はい、以上です。